フリーの堀田ですけども、海老沢さんの、惨敗なんですけども、結局相手をですね、クリーンな、婦人部隊がですね、要するに猪瀬さんがセクハラをしたというですね、裁判の結果をきちんとしていて、それに対してですね、何も抗議をしない海老沢さんも女性として悪いということが言われてました。それであの結果ですね、ああいった惨敗のことだと思うんですけども、今からでも遅くないんですけど、猪瀬さんを除籍にするということはできないんでしょうか。セクハラをしたという裁判でですね、結果が出てるんですから。あれ、まあ自分のね、次の選挙のために、まあさっきは馬場さんをね、辞めさせるということで AAO なんてやったわけですからね。それで役員会終わってから外側で、まあ、テレビさんのぶら下がりに応じているということなんですけども、非常にあれですよね、まっとうな方法じゃないんですけども、どうですか。今からでも遅くないですからね、反省の意味合いを込めて除籍とかそういうのはどうですか。本当にその件は何度もこの記者会見でもやり取りをさせて、堀田さんとやり取りをさせていただいてますが、もう終わっている話でありますから、これ以上何か言及することはありません。